彦八祭り実行委員の林家染八です。桂美桜です。ぜひとも彦八祭り来ていただいて、はい、肯定いただきたいものがありまして、肯定いただきたいもの、桂美桜さんが、はい、まあ、デザインされました T シャツがありましてですね、はい、はい、こちらですね、はい、こちら、今年の T シャツです。なんか今年の T シャツのポイントみたいなのはありますでしょうか。まあ、落語ってこう分かるっていうか、はい、ね、おセンスとお座布団と、はい、でまあロゴがちょっと落語って入れてるという。なるほど、落語というのを分かりやすい T シャツなんで、まあ可愛いぐらいですか。可愛、はい、いですね。思いますか。はい、まあ老若男女の皆さんに来ていただきたいなと思います。はい、ちなみに僕が今着てるこの T シャツが去年仁王さんが作られた25周年記念の T シャツなんですけども、はい、これも彦八と書いてあります。ぜひとも皆さん肯定いただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。